戊辰戦争で官軍が用いた近畿。尊王論とは王者を尊ぶ思想のこと。元は中国の儒教に由来し、日本にも一定の変容を遂げた上で持ち込まれた儒教における理念で人徳による統治を意味する王道と武力や策略による統治である波動を対比し、王道を尊ぶことを説くのが尊王論である。中国においては、 王者のモデルは古代周王朝の王であったことから、もともと尊王と書いた。日本では当初鎌倉時代から南北朝時代にかけて尊王論が授与され、天皇を王者、武家政権を覇者とみなし校舎を否定する文脈で用いられ、鎌倉幕府の滅亡、剣武の申請への原動力となった。幕藩体制においては、朝廷は幕府の制約を受けていたが、 権威的秩序、宗教的な頂点の存在として位置づけられた。幕政改革の混乱や異国戦の来航による対外的緊張等政治的混乱が起こると、幕府は秩序維持のため体制委任論に依存して、朝廷権威を政治利用し、朝廷の権威が復興する。江戸時代中期に国学が盛んになり、危機や国史、神道等の研究が行われ、 武士や豪能等の知識層へも広まる。また、天皇陵の修復や、藩層皇族に結びつける風潮も起こる。幕末には、平田国学や水戸学等ナショナリズムとして絶対化され、仏教を排斥する、敗物希釈としても現れる。幕府が諸外国と条約を結び、鎖国体制を解いて、開国を行うと、上位論と結合して、尊能上位となり、幕政批判や、 倒幕運動等へと展開していく素地の一つとなり、明治以降の国体論や国家浸透へも影響する。徳川幕府は、趣子学を支配原理として採用し、官学として、儒教思想を定着させた。しかし、元々武士の騒乱の末に政権を奪取した徳川幕府は、王道に反する波動にあたるから、趣子学による幕府の正当化の論理は、最初から矛盾をはらんでいた。 山賀祖皇は儒学のモデルであり、当時の憧れの対象であった中国面が滅び、清に支配されてもはや規範ではなくなったため、日本こそが儒学の政党だとして、日本こそ中国であると論じた。また、儒教思想の日本への定着はすなわち、中華思想の日本への定着を意味し、近代の広告士観などに影響を与え、 日本版中華思想とも言うべきものの下地となった。儒教では、湯武けし放罰を認めるかどうかが難題とされてきたが、徳川幕府は、朱子学について、申し的理解に立ち、湯武けし放罰、液性革命論を認めており、そうすると天皇を将軍が放罰して良いことになるため、山崎安西を思祖とする、鬼門学派が湯武氏し放罰を否定して、大政思想としての朱子学を、 反体制思想へと転化させた。そして、従来は同じく中国思想であったものが日本化した上位論と結びつき、幕府や幕反体制を批判する先鋭的な政治思想へと展開していき、この思想が明治維新の原動力となった。また、昭和維新を標榜する昭和期の右翼や2.26事件の反乱軍などにより、 尊王地官というスローガンが掲げられている。なお幕末期における尊王の大義語として、砂漠という言葉が使われることがあるが、砂漠は尊王と矛盾するものではなく、砂漠の大義語はあくまで倒幕である。何より、孔明天皇自身が倒幕に強く反対していたこともあり、尊王啓幕というスタンスを打ち出したファンもあった。ありがとうございます。